コメント欄で病んだ結果、こんにちは、100円娯楽でーす。これは7月21日に行われたドンキホーテ握手会の前日の物語、最悪の目覚めで朝を迎えた100円娯楽さん。その理由はイベントに一人も来ない夢を見て慌てて目が覚めたからですが、コメント欄でも毎日そこそこ言われたい放題だったので、本当に誰も来ないんじゃないかと、ちょっと病んだイベント前日、それでも打ち合わせに向かわなければなりません。さて、前日分の参加券は売り切れたのかどうなのか、地獄の確認をしに行きたいと思います。参加券配布前日7月20日分が終了いたしました。早かったですね。やっぱ午前中に売り切れたとはいえ、350枚さばくのに2時間半かかってしまったというのは、まだまだ自分が人気がないという証拠なんでしょうが、なんと参加券は午前中で売り切れたみたい。本当に良かった。余ったらどうしようかと思ってました。皆さん本当にありがとうございました。しかも自分一人でイベント設営した時とは違って、待機列も場見ていただいて、プレゼント受け取り口も用意していただき、グッズ販売用のポップも制作していただいて、ポスターでも遊んでいただいて、ここまでやってもらっておいて参加券が余ったらどうしようかと思いましたが、無事完売できて本当に良かったです。ということで打ち合わせも終わったので、カルピス買って帰るか。みんなが当日飲むカルピスより、今俺が飲むカルピスの方が大事だと思います。ということで、この動画はイベント前に作られたので、当日の様子は分かりませんが、次はもっと早く参加券が売り切れるように、人気者と堂々と言えるように頑張っていこうと、明日の握手会に緊張しながらドンキを後にした今日この頃でした。僕はどうやら心配性みたいです。